アニサキス、アニサキス、学名、アニサキスは、海中目アニサキス科アニサキス属に属する船虫の、総称。すべての種が魚介類に寄生する、寄生虫であり、食中毒、アニサキス症の原因寄生虫として知られる。最終宿種は主にイルカやクジラなど、海生哺乳類、種により異なるで、成虫はその腸管に生息する。卵は排泄物と共に、 海中へ放出されて孵化し、沖ミなどの甲殻類に寄生して、第三期幼虫まで育する。食物連鎖上位の魚類やイカ、種により異なるを中間宿主とし、その内臓などでさらに成長する。中間宿主が最終宿主に捕食されると、その消化管から体内に侵入して、成虫となる。人の体内では成虫にはなれず、中間宿主でもないため、 数日で死ぬが排泄される。激しい腹痛や吐き気などを伴う詳細は後日。生きたアニサキスの第3期幼虫、体長は11から3 7ト、mm、ルよ、経口摂取して発症し、主にアニサキスシンプレックス、アニサキスファシータース及びスドテリノーバデキピエンスの3種により引き起こされる。1955年、オランダのストラウブにより、 ニシンの寄生虫による症状が報告され、あと2番ティールにより原因がアニサキスであると特定された。禁煙のシュードテラの馬属、飛脚類に寄生するスドテリノーバーデキピエンスの幼虫による同様の症状、シュードテラのバ症を含める場合もある。中間宿主の魚介類、酒、サバ、アジ、イカ、タラなどを加熱が不十分なまま接触すると感染する恐れが、 あるアニサキスの幼虫は主に宿主の内臓に寄生しているため、これを非加熱で食べることは高リスクとなる。筋肉部にも侵入するため、内臓を避けても完全には防げない。刺身など生殖文化があることから感染リスクは高いとみられる。1965年頃までは海産魚介類の寄生虫は無害とされ、生きた寄生虫は 鮮度の証ととなされたという。1999年にアニサキスが食品衛生法で食中毒の原因物質とされ、さらに2012年からは保健所への届け出が義務付けられている。2007年度までは年間数例に止まっていたが、2012年以降、急増した2016年は124件。これは厚生労働省が 統計項目に加え実態把握が進んだこと、流通の発達と複雑化により、アニサキスが生きたまま食卓に到達する機会が増したことなどが指摘されている。ただし、これは届け出を集計したものであり、実際には氷山の一角とみなせる。1997年の厚労省による検討でも、年間7147件との試算や、 2000から3000名以上との推定が挙げられていた。なお、日本海と太平洋でマサバの寄生種が大きく異なることが DNA 解析により判明しており、太平洋側で大半を占めるシンプレックス種、アニサキス症の原因3種の一つが日本海側、特に南部ではほとんど見られなかった。日本海側で多いペグレファイ種は発症リスクが低い。 シンプレックス種の100分の1未満ため、九州北部でサバを刺身など生殖する習慣が根付いていいのはこのことが原因と考えられる。寄生部位、先行部位により、イアニサキス症、腸アニサキス症、腸管外アニサキス症に分けられる。幼虫の多くは、消化管壁を貫通できないが、貫通した場合は先行性腹膜炎や寄生虫性、肉芽腫を発症することもある。なお、 激痛の原因は、即時型アレルギーによるものとする説がある。アニサキス自体に特異的な治療薬、特効薬は見つかっていない。イアニサキス症は、回復あるいは内視鏡手術で幼虫を摘出するのが一般的で、速やかに症状が消失することが多い。肥だの間に、繊維入し、対処が困難な場合、増栄剤のアミドトリゾ酸、ガストログラフィンや、 メントールの散布により、幼虫が腸管内へ戻り、摘出しやすくなることが報告されている。腸アニサキス症は、腸閉塞など重篤な症状では回復手術が行われる。手術を避け、蒸気のアミドトリゾ酸、海中の虫下しでもあるにより、苦虫を試みることもある。一方、ステロイド系抗炎症薬と、抗アレルギー薬を投与する特注はできずとも、 症状が警戒する症例があることが報告されている。性炉眼に含まれるキクレオソートにはアニサキスの運動抑制作用があり、症状の改善が期待できる。また内視鏡での摘出の際の前処置薬としても有効性が期待できる特許死とくずみ。アニサキスの中間宿主を生殖しないことが最も確実と言える。 それ以外では、摂取60度で1分以上の熱処理、または長時間の冷凍によって感染リスクを減少できる。冷凍温度と保持時間に関する規定は次の通り。近年では、目視検査での見落としを減らし、紫外線、ブラックライトなどを使ってアニサキスを発見する検査装置が、静岡産業者や株式会社石田だから販売されている。 生きた幼虫による即時型ではなく、アルサス型のアレルギー反応であり、初回感染時は無症状で、再感染により発症する。イカ、サバ、ハマチ等を摂取した際、発疹及びジンマシンなどのアレルギー症状を示すが、検査において、魚介類では陽性反応を示さない場合、アニサキスによるアレルギーが原因の場合がある。また本アレルギーの原因物質は、冷凍、 または、加熱をしても残存するので、魚介類加工品を摂取した時も症状が現れる場合がある。ただし、鮮度の低下した魚介類の接触によるヒスタミン型の食中毒、誤認している場合もある。アニサキス症をかかった患者の胃に未発見の初期癌が,があり、そこにアニサキスが集まっていたことが、今利有田協立病院から2014年に報告された。 この報告に着目した九州大学らの研究グループは、カエノラブディティスエレガンツを使って尿による眼検診の判別実験に成功した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。